ゴリアテハイ 145F クロス ARC、皆様大変お待たせいたしました。非常に復刻のご要望が多かったゴリアテシリーズの中の一番大きなサイズ、旧ゴリアテ 145F、まあ、落合シーズンで非常に活躍した有名なルアーだったんですけども、それを今回クロス ARC システムを導入して復刻いたしました。95F と 125F はですね、先に発売しておりまして、実際私も特に 125F を使って関東の大きな河川とかでもう本当に80アップ90アップ、まあ、かなり釣らせてもらいました。ハイフロート、いわゆるクロス ARC システムの ARC シェルを採用することによってルアー自体に浮力が増しておりますので、非常にスローリトリーブでも大きなアクションを出す、そういったルアーになってたと思うんですが、今回のこの 145F も、それを、まあ、踏襲するような形で、今回発売になります。まあ、145F といえばやはり落合、そういったイメージを多くの方が持たれていると思いますので、ぜひですね、このゴリアテハイ 145F、まあ、秋シーズンに落合、プラスこの城もしくは大型のサユリ、そういったベイトがいるエリアでは巻いての釣りでぜひ使用してみてください。じゃあこのゴリアテハイ 145F の、まあ、基本的な使い方をいくつかご紹介したいと思います。まあ、シャロー用のミノなので、まあ、基本的にはもう投げて巻くだけで十分だと思います。で、気をつける点は、素材自体が ARC シェル使ってるので、浮力があります。なので竿を寝かして水の抵抗、ちょっとレンジを入れてね、水の抵抗を増やせば増やすほどルアーは大きく動きます。で、竿を立てて巻けば巻くほどルアーの動きは小さくなります。もちろん、流速によってもこれは変わります。太い流れ、下の水から大きく流れるような深いエリアで深い流れが流れて、水が流れている時は、下の方が重たくて上の方が軽くなってるんですけども、シャローエリアの場合だと逆に上の方が速くて下の方が軽くなったりするので、まあ状況に応じてその辺は変わるんですけども、竿を下にするとルアーの動きって大きくなるよ、ルアーの抵抗が増すよっていうことを一つ覚えておいてもらったらいいと思います。なのでこのシャローミノ、ゴリアテハイの145を使う基本的なものは、竿を寝かしてスローリトリーブ、ウェーディングだったら竿を立ててスローリトリーブ、これでいいと思います。で、この 145F ですね、ゴリアテの、早く復刻してほしいっていう声で一番多かったのはやはりドリフトの使い方ですね。いわゆる落合シーズンで流していく、そのシチュエーションに、このルアーはやっぱりハマるわけなんですけども、このゴリアテハイに関しても同じで、まあ、まず投げる、でこの際ですね、流速がものすごく速ければアップで投げます。それほどもなければクロスで投げれます。流れがほとんどなければダウンでも全然 OK だと思います。ただルアーを見せて食わすのが、落合パターンの釣り方です。しっかり、シーバスに対してルアーを認識させるときに大事なことっていうのはラインドラグがかからないということなんですね。ラインドラグっていうのはこの水がラインが水に触れてこういう状態、こういう状態でいくとラインに水の抵抗がかかるんですね。こうやってですごい重たくなるんですけど、この状態でルアーを送り込んでしまうとルアーっていうのは必ず糸の方向にしか動かないんです。なのでラインドラグがかかった状態だとこの糸の向かう方向にルアーは斜めにこう吸い込まれていくようにして流れてしまうので、必ずメンディングをして流れを切る、水を切る、この作業がとても大事です。こういうことをすることによって自分が流したい筋のところにルアーを流していきますので、自分が流したい筋をまず決めたらなるべく自分とその流れの間のに、ラインをつけないように、例えば2つ目の橋脚の向こうに今流れがあるので、あの流れに乗せたいなと思ったらこの状態から竿を立ててとにかく使わない、水をつけない、そして動いた分だけ糸を出していく、このことによってルアーってまっすぐ流れていくんですね。で、ここで返してしまってこのままの状態で抵抗を加えてしまうとルアーは手元に返ってくるように U 字を書きながら手前に戻ってきちゃうわけですね。これは例えば下流側に背があったりとかしてトラウトやるように
そこをかすめていくように釣ろうって言うんだったら、そういうやり方で OK なんです。ただ落ち合いというのは、弱った鮎が表層を流れていく釣りなので、ドラグをかけたりルアーに大きな動きを加えると警戒してシーバスは食わないことがよくあるんですね。なのでゴリアテハイ145で落ち合いシーズンドリフトでやろうっていう時には、ルアーを投げる、着水する、すぐにスプールを返した状態でラインを糸で指で止める、で動いた分だけこうやって出す、たったこれだけです。でラインが風があったりとかしてはらんでちょっと行き過ぎたと思うと、ちょっとメンディングで糸を取ってやる、でまた流す、この繰り返し。こうすると、ルアーが手前に返ってこないので、沖でボン、水柱が上がる、スプールを返す、あ、ベールを返す、合わせるみたいな感じですね。これがドリフトの釣りの基本的な、やり方です。だから一番いいのはね、真下に、自分から真下に流したが一番釣れるわけですよ。それが一番本当は簡単なんですけど、そんなうまいこといきませんよね。川の真ん中に立って自分が行くなんて。だからごく稀にそんなポイントがあるらしくて、そういうところをなんかみんなレバーブレーキでやるとか、ルアーをバックさせながら行くっていうのはそういうことなんですね。そんなことやるよりも、どっちかというとこのメンディングの方法を覚えた方が簡単ですね。でこうやって入れて、普通のまあこういうドラグ、ライン、ラインドラグ、流れに対してラインの抵抗をこう加えてしまう、こういう感じですね。でこうすると必然的に糸はこうはらんでるわけですから、引っ張られてこうくる。これ糸を出したとしても、あのピーラ、あの糸は先に先へ行くわけですから、こっちにこっちにこう斜めに横切りながらルアーが来ちゃうんですね。こんな状態だったらもう花から負けよっていうことになっちゃう。なんかちっちゃいベイトがいるんですよね。今見たでしょ、あの筋の手前にルアーがあったでしょ。これがそういうことなんです。これもうちょい流したらもう多分真ん中ぐらいまで帰ってきちゃう。そうすると待ち伏せしてるアローという、あの流れの筋のシーバスは口を使わないわけですね。これがやりやすいかやりにくいかっていうルアーの差が出てくるわけです。ゴリアテはやりやすい。まあ、ここに細かな応用編というのはいくつかあるんですけども、まずはこれだけ覚えておけば、このゴリアテハイ 145F を使った落ち合いシーズンの釣りはかなりいいところまでいけるんじゃないかと思います。